ジェイソン・アレクサンダー・ラヨンズ・バトンは、イギリス出身のレーシングドライバー。米2009年フォーミュラ1及び2018年スーパー、GT のチャンピオンである。イングランドサマセット州フローム生まれ。父親のジョン・バトンは、ラリークロスで名を馳せた人物で、1976年には、ラックイギリスラリークロス選手権でランキング2位を獲得したことがある。父親のラリークロス時代のデンマーク人のユージン・アーリング・ジェンセンにちなんで命名されたが、ジェンセンモーターズと区別するために一時だけ変えられた。幼い頃からモータースポーツに魅了されており、非常に活発な男の子だったが、テレビでレースを観戦している時だけはじっとしていられた。8歳のクリスマスプレゼントとして父からもらった 60cc のゴーカートでカートレーシングに出場し優勝。ここからキャリアを始めた。この時までに両親は離婚しており、以後は父親と2人で暮らしながら彼のサポートを受けてキャリアを続けるが、母親、ナターシャ、サマンサ、ターニャという3人の姉とも親しくしていた。レース資金の調達には他のドライバーの家庭同様苦労しており、父親は息子のドライビングをコーチする傍ら、カートエンジンの調整ビジネスを行った。ジョン・バトンの顧客の中には、ルイス・ハミルトンの父親アンソニーもおり、後に、第一ワールドチャンピオン同士として、マクラーレンでチームメイトとなる2人が、ジョン・バトンの調整したエンジンを使用していた。幸いにして、苦労は実り、1991年のイギリスカデットカート選手権では、同選手権の34戦を全勝するという圧倒的な成績でタイトルを獲得し、プロのイタリアチームと契約することができた。その後も全英オープンカート選手権を3度にわたって制するなど活躍を続け、1997年にはカートスーパー A クラスヨーロッパ選手権を史上最年少で制し、アイルトン・セナメモリアルカップを受賞した。1998年に4輪にステップアップし、ヘイウッドレーシングからイギリスフォーミュラフォードに参戦した。初年度ながら9勝を収め、この年のタイトルを獲得した。ブランツハッチで開催されたフォーミュラフォードの国際レース、フォーミュラフォードフェスティバルにおいても、当時アメリカ選手権に参戦していたダンウェルドンを破って優勝を飾っている。年末にはこの年のマクラーレン、オートスポーツヤングドライバーオブザイヤーを受賞し、翌年、マクラーレンの F1 カーをテストする得点を得た。翌1999年は、イギリスカイ3に参戦し、参戦初年度ながら3勝を挙げ、年間ランキングでも、ルーキーとしては最上位となる3位に食い込む活躍を見せた。国際レースにおいては、マールボロマスターズにおいて5位。マカオグランプリにおいては優勝したダレン・マニングからわずか 0.035 秒遅れの2位という初年度のドライバーらしからの結果を残した。この当時、日本のレース専門誌オートスポーツに連載の寄稿を行っていた。この年9月、前年の得点としてマクラーレンのテストに参加し初めて第1カーを運転した。続けてアラン・プロストから直々にオファーを受け参加した。プロストグランプリのテストドライブでは、レギュラードライバーのジャン・アレジを上回るタイムを記録し、注目された。この F1 デビューの際、彼は英国における運転免許を保持していなかったため、父親にサーキットまで運転してもらっていたという。2000年の初め、第一の名門チームウィリアムズがアレックス・ザナルディの代役を決めるため開催したトライアウトに、チーム代表のフランク・ウィリアムズからオファーを受けて参加した。そして、ブラジル人ドライバーのブルーノ・ジュンケイラとの激しい争いの末、ウィリアムズのレギュラーシートを勝ち取った。20歳という異例の若さでのシート獲得だった。開幕戦オーストラリア GP は予選21番手と冴えないものであったが、決勝のスタートダッシュで5人抜きをして、チームメイトのラルフ・シューマッハの後ろにつけ、46周目にリタイアするまでにポジションを6位まで上げるなど非凡な才能を見せる。デビュー2戦目のブラジル GP の予選ではラルフよりも早い予選9番手を獲得。決勝ではデビッド・クルサードの失格もあり繰り上がりながら6位初入賞を果たした。この入賞は1962年のベルディ GP において、リカルド・ロドリゲスが記録した20歳123日という最年少入賞記録をほぼ40年ぶりに塗り替えるものであり、バトンが記録した20歳67日という記録は2007年アメリカ GP でセバスチャン・ベッテルに抜かれるまで記録を保持し続けた。その後もオーストリア GP、ベルディ GP、日本 GP でも5位入賞。ドイツ GP においては4位入賞を果たすなど、計12ポイントを獲得し、ランキング8位という成績を残した。ベネトン B201 をドライブするバトン2001年続く2001年シーズンについてもウィリアムズとの契約が残っていたが、ウィリアムズはカートチャンピオンのファンパブロ・モントーヤがチームに加入したことを受け、バトンをベネトンへレンタル移籍させる決断を下した。この年のベネトン B201 は戦闘力に欠ける車で、特にエンジンのパワー不足が響いて予選スピードに大きな影響を与えてしまい、第4戦サンマリノ GP から第6戦オーストリア GP まで3戦連続で予選21番手を記録してしまうとほどであった。シーズン中唯一の入賞となったドイツ GP でも予選18番手から完走10台というサバイバルレースを生き残っての5位入賞であった。終盤3戦の第15戦イタリア GP 以降、予選スピードは改善されたが決勝でのパフォーマンス改善には至っておらず、この年の獲得ポイントは2ポイントに終わり、ランキングも17位に沈んだ。チームメイトのジャンカルロ・フィジュケラ3位表彰台を含む3回の入賞を果たした結果からいけば、惨敗であったがチームメイトとダブルリタイアをしたレースが3回で、互いに6度のリタイアをしておりフィジュケラともどもに非常に苦しいシーズンを送った。2002年は前年にベネトンを買収したルノーが自社のフルワークスチームルノー会1を復活させ生まれ変わった同チームから引き続き参戦することとなる。チームメイトはフィジュケラに代わってヤルノ・トゥルーリとなった。予選ではトゥルーリに先行を許したもののレースペースでは終始トゥルーリを上回り計14ポイントを獲得しランキングも7位とした。しかしながら3位走行中だったにもかかわらず、ファイナルラップでトラブルによる失速を余儀なくされ表彰台を逸したマレーシア GP、続くブラジル GP と4位を2回記録したものの、回1での初表彰台には届かなかった。このシーズンはチームメイト以上の活躍は見せたものの、チームは翌年に向けテストドライバーのフェルナンド・アロンソを昇格させることを決め、押し出される形で、チームからの離脱を余儀なくされた。これについて、同チームのチーム代表のフラビオ・ブリアトーレは、タイムズ紙のインタビューの中で、バトンの才能は認めつつも、アロンソを筆頭に契約を結んでいるドライバーが多い。ルノーとしては、政治的にやむを得ない判断であった、と後に語っている。2004年アメリカ GP2003 年2003年は、BAR に移籍となり、元チャンピオンのジャック・ビルヌーブをチームメイトとすることとなった。しかしながら、開幕戦オーストラリア GP でバトンのピットストップのタイミングにビルヌーブが割り込む形となり、これを大きな要因としてバトンが入賞を逃す結果となった。これが引き金となり、バトンとビルヌーブとの関係は良好とは言い難いものとなり、結果報道機関を通して舌戦を繰り広げる事態にまで発展してしまった。レース結果においては、ビルヌーブのマシンが何度かトラブルでリタイアに見舞われることもあって、バトンがビルヌーブを上回り、ビルヌーブがこの年2回しか入賞できなかったのに、対してバトンは同じ期間に6度の入賞を記録し、差は歴然であった。もっとも、他チームと比較し、客観的に見ればこの年も車の戦闘力は不十分なものであり、第15戦アメリカ GP では自身初となるラップリーダーを記録したもののエンジンブローによりリタイア、表彰台には恵まれず、第6戦オーストリア GP と第16戦日本 GP で記録した4位が最高位であった。第7戦モナコ GP では土曜日の予選セッションにおいて大きな事故に見舞われ、同レースを棄権したばかりでなく、翌週のモンツァテストも欠席する事態となった。2004年前年終盤に、ビルヌーブがチームへの不満を漏らし離脱したため、2004年シーズンを BAR チームのエースとして迎えた。チームメイトは佐藤拓磨。この年の BAR の新車006は高い戦闘力を持ち、第2戦マレーシア GP を3位でフィニッシュし、下位1初表彰台に立つと、ウィリアムズやマクラーレンの不振にも助けられ、年間で表彰台圏内でのフィニッシュを計10回記録した。第4戦サンマリノ GP では自身初のポールポジションも獲得。BAR のコンストラクターズランキング2位躍進に大きく貢献し、自身のドライバーズランキングも3位とした。その一方で、フェラーリの壁は厚く、また、チーム戦略の拙さもあり、初優勝にはあと一歩手が届かなかった。そんな中、この年はバトンの移籍をめぐる騒動が勃発した。この当時、BAR チームにエンジンを供給していたホンダは、将来の参戦計画について明らかにしておらず、ワークスエンジンの供給体制が不透明なチームに止まることを嫌ったバトンは、ウィリアムズと翌年からの2年契約を締結した。この年の8月5日に、ウィリアムズからバトンを獲得した旨を記したプレスリリースが出され、大騒動を巻き起こしたのである。9月6日には、イギリスの新聞社主催による記者会見が行われ、バトンと彼のマネージャーが出席した。その会見で、バトン自身は、バットとホンダから良い条件を提示されていたが、来年僕は 100% ウィリアムズで走ることになるだろうと語っている。バトンとウィリアムズの間で結ばれた契約について、BAR 側は即座に無効の申し立てを行い、結果、FIA の契約承認委員会の裁定により、この契約は無効とされ、バトンは翌年も BAR チームに残留することとなった。しかしながら、翌年度の契約については、バトン自身に有利なパフォーマンス条項を設け、ランキング首位のドライバーから一定の得点以上、離されていた場合は自由に離脱可能なものとし、この問題は翌年まで尾を引くこととなった。2005年カナダ GP にて、このレースでポールポジションを獲得した。そうして迎えた2005年シーズンであったが、前年の好調が嘘であったかのごとく、序盤からチームは不振にあえぎ、第4戦サンマリノ GP では3位でフィニッシュしたものの、レース後に重量規定違反による失格とその後の2戦、出場停止というペナルティを受けた。第8戦カナダ GP では、ポールポジションを獲得し、復調の兆しを見せたものの、シーズンのほぼ半ばとなる、第9戦アメリカ GP 終了時点で、ノーポイントという事態となってしまった。シーズン折り返しの、第10戦フランス GP でようやく初入賞すると、後半戦は第19戦であり、最終戦中国 GP まで10戦連続で入賞するという極めて対照的な結果を残した。この年は得意としているドイツ GP においてシーズン初表彰台3位を記録し、ベルギー GP においても3位に入り、年間で2回表彰台に立った。前年から尾を引いていた。契約問題について、前年の時点でバトンは、ウィリアムズと2006年についての契約を交わしていたが、2005年には、急転直下ウィリアムズがこの年限りで、ワークスの BMW エンジンを失うことが決まったことから、バトンは翻意し、前年とは一転して BAR チームへの残留を希望した。こうした経緯により、事態は、昨年にも増して、混迷の度合いを深めることとなった。ウィリアムズ側は、表向きバトンは、契約により移籍すべきであると主張したものの、結局、2005年9月21日、推定$3000万という違約金を、バトン個人が、ウィリアムズ側に払う形で、この騒動は落着することとなった。この違約金については、チームから前借りしたもので、当然ながら、翌年の BAR チーム残留も決まり、推定$8800万で5年契約を交わしたと言われている。年間およそ$1760万という計算となり、個人的に支払ったという扱いになるウィリアムズに対する違約金もこの中から支払うことになるとはいえ、契約時点で未勝利のドライバーとしては破格の高額契約でもあった。この前年からの一連の騒動は、ウォーターゲート事件になぞらえ、バトンゲートと呼ばれた。この年の末、ホンダは BAR チームの株式 100% を取得し、翌年からはフルワークスのホンダ会一となることが発表された。2006年カナダ GP。このグランプリにおいては、同時期に開催されていたサッカーワールドカップのイングランド代表チームを応援するため、ヘルメットには特別カラーリングが施されている2006年は、フェラーリで9回の優勝を達成したルーベン・スバリチェロがチームメイトとなった。前年の最終戦で参戦数が100戦に達していたバトンに対しては、開幕前から母国イギリスで100戦して未勝利のドライバーはチャンピオンにはなれないのではないかという声が吹き荒れ、バトンにとっては正念場となるシーズンと目された。この年の前半は、第2戦マレーシア GP で3位表彰台に立ったことを除けば低調に推移したため危ぶまれたが、第13戦ハンガリー GP において3戦115戦目で待望の F1 初優勝を飾り、表彰式では21世紀初の君が代が流れた。これはその時点において、125戦のルーベン・スバリチェロ、119戦のヤルノ・トゥルーリに次いで、史上3番目に遅い初優勝であった。このレースの予選でバトンは4番手のタイムを出したが、エンジン交換を行ったためペナルティを受け、14番グリッドからのスタートであった。これは1989年のハンガリー GP で12番手スタートから優勝を得たナイジェル・マンセルを抜き、1983年アメリカ西 GP で22番手スタートから優勝したジョン・ワトソンに次ぐ、イギリス人、ドライバー中2くらいの後方グリッドからのスタートで得た優勝であった。また、ハンガロリンクは同じく、イギリス人の元界一チャンピオンデーモン・ヒルが13年前に初優勝を挙げた地でもあった。さらにこの勝利は、最終的に、この年のチャンピオンを争っていた、ルノー、フェラーリ以外のドライバーが挙げた、唯一の勝利となった。優勝後のインタビューでは、なんて素晴らしい日だ。ウェットからドライに変わる難しいコンディションの中で、14番手からここまで来れるなんて思いもしなかったと語った。この年は中盤に低迷したものの、この第13戦の優勝を含め、第12戦から最終戦である第18戦まで7戦連続入賞する破竹の勢いを見せ、特にラスト6戦における獲得ポイントは全ドライバー中最高。年間ランキング6位という活躍を収めた。シーズン後にカートでの事故が原因で、肋骨2箇所にひびが入ったため、その治療のため年末のテストはすべてキャンセルした。2007年ベルギー GP2007 年もホンダチームに残留し、チームメイトも引き続きバリチェロとなった。しかし前年の成績から一転、チームのマシン作成失敗が原因で、バリチェロともども予選第1セッション通過もままならないほどの苦しいシーズンとなった。前半戦は事実上の B チームであるスーパーアグリにも先行を許し、シーズン途中までワークスチーム唯一のノーポイントだったが、フランス GP でバトンが8位入賞し、今季初の1ポイントを獲得した。その後もチームは劇的な向上を得られず、終盤数戦で、うまそうを見せるも年間では、入賞3回6ポイントに止まる。2008年カナダ GP2007 年7月20日に、ホンダ界一チームは、2008年も引き続き、ジェンソン・バトンとルーベン・スバリチェロ両名のコンビで参戦する旨を発表したため、当時テストドライバーであった、クリスチャン・クリエンのレギュラードライバー昇格はなくなった。バトンは BAR 時代を含めて2008年シーズンで、当チームでは6年目、ルーベン・スバリチェロは3年目のシーズンを迎えることとなる。2008年も前年と同じチーム体制で参戦したが、過去2年と一転してチームメイトであるバリチェロの後塵を拝し続けるシーズンとなった。スペイン GP での6位入賞のみで、年間3ポイントに止まりランキング18位と低迷した。その後2008年12月5日にホンダ下位1チームは下位1撤退を発表した。2009年マレーシア GP にて2009年3月5日に撤退したホンダ下位1チームをチーム代表であるロス・ブラウンが買収したことで新チームブラウン GP に生まれ変わったことが発表された。バトンとバリチェロはそのままレギュラードライバーとして残留した。使用マシン BGP001 は本来ホンダ RA109 になるはずだったもので2008年の開発をホンダが事実上諦めて作り上げたものである。そのため大きな規約変更も影響し、他チームのマシンより秀でた性能を発揮。シーズンオフ中のテストはあまり行うことができなかったが、その数少ないテストでもかなりの好タイムを記録し、注目を浴びた。開幕戦オーストラリア GP ではチーム初参戦でポールポジションを獲得した。自身としては3度目。チームメイトのバリチェロは2位を得てフロントローをいきなり独占。レースでも2台独走し、チームデビューレースで1から2フィニッシュを果たした。チームのデビューレースでの優勝は32年ぶり、同1から2フィニッシュは1954年以来という衝撃的な結果である。1週間後のマレーシア GP では、スタートで4位に後退するものの、直後に驚異的なファステストラップを叩き出してからのピットストップで、ヤルノ・トゥルーリやニコ・ロズベルグをオーバーテイク、トップを奪還した。最終的には大雨によってレースは中断され、規定距離の 75% 以下のまま終了し、ハーフポイント制が適用されて5ポイントを得た。このレースでバトンは、ハットトリックを、初めて達成している。2009年中国 GP にて次の中国 GP は再び雨のレースとなり、予選5位、決勝はレッドブルのセバスチャン・ベッテルとマーク・ウェバーの後ろで3位、表彰台に甘んじる。4戦目バーレーン GP では4番グリッドから、ベッテルと今年初のポールポジションを獲得したトゥルーリを従え、優勝。この時今年初めて、レーシングスピードで、チェッカーフラッグを受けた。本シーズン最初の大きなマシン改良が施されたスペイン GP ではバトンはマシンバランスの不調を訴えていたが、にもかかわらずポールポジションを獲得。決勝ではスタート直後チームメイトのバリチェロに先行されるも、バリチェロがオーバーステアに苦しみ3ストップ作戦に変更したこともあって、ピットストップで逆転、彼を従えて1から2フィニッシュする。モナコ GP では、週末の間バランスに苦しんでいたが、シーズン4度目、モナコでは、自身初のポールポジション。Q3 でこの週末で最速のタイムを出し、その上燃料搭載は、Q3 上位8位のうちバリチェロに次いで、重い状態でのタイムだった。バトンは、第1スティントでグレーニングに苦しんだが、自身初の3連続優勝。そしてチームに3度目の1から2フィニッシュをもたらした。トルコ GP では、フリー走行1回目で11位、2回目で12位と出遅れ、予選もポールポジションをベッテルに奪われ2番手、汚れた側のグリッドからスタートすることになったが、決勝レースでは1周目にミスで、コースオフを喫したベッテルをあっさりかわすと、その後は全くその座を脅かされることもなく終盤は、余裕のクルージング。4連勝で、今季6勝目を挙げた。2009年シーズン唯一のリタイアとなった、ベルディ GP でのバトンドライバーズポイントでも2位、バリチェロに26ポイント、3位ベッテルに32ポイント差をつけて独走していたが、イギリス、ドイツ、ハンガリーで失速している。第12戦ベルギー GP では1周目の多重クラッシュにより、自身今季初のリタイアを喫してしまった。第16戦ブラジル GP では予選で14位と出遅れ、ポールポジションを獲得したチームメイトでランキング2位のバリチェロに大きなアドバンテージを築かれたものの、決勝ではスタート直後のクラッシュやその後の度重なるオーバーテイクで順位を大きく上げた。終盤にはバリチェロがパンクによる予定外のピットインでバトンの後方に沈み、5位入賞で最終戦を待たずして2009年のワールドチャンピオンを獲得した。チェッカー後、無線でクイーンの楽曲、伝説のチャンピオンを歌い、ワールドチャンピオンだ。と叫び、喜びを爆発させた。2009年はリタイアした、ベルディ GP 以外は、すべてのレースで入賞した。中盤以降は優勝こそなく、バリチェロに予選で後陣を配し続けたものの、入賞を続けたことで、開幕から一度もポイントリーダーの座を譲らずに、チャンピオンとなった。2010年カナダ GP にて、チームメイトのハミルトンと 1-2 フィニッシュを飾りランデブー走行を行う、様子2010年シーズンについては、バトンは当初ブラウン GP への残留を希望する発言を行っていたが、年俸に対する希望がチーム側と折り合わず交渉が難航。そのため移籍も視野に入れたチームとも交渉を行った結果、最終的にマクラーレンへ移籍することになった。なお、マクラーレンとの契約内容は複数年契約ということ以外は非公開となっている。第2戦オーストラリア GP において、マクラーレンでの初勝利を得た。雨が絡む難しいコンディションの中、予選4位からタイヤ戦略を成功させた結果の勝利だった。第4戦の中国 GP でも目まぐるしく変わる天候から冷静にコース状況とタイヤ選択を読み取り、予選5位から2勝目を飾る。他ドライバーが4回以上のピットストップを強いられる中、バトンは2回のピットストップと安定したドライビングが光り、大きなアドバンテージを築いた。タイヤ選択が功を奏したこと、雨を得意とすることやタイヤに負担をかけずに速さを出す、バトンの走り方も大きな勝因となった。モナコ GP ではメカニックのミスによるエンジンの故障という不本意な原因でリタイアした。第13戦のベルディ GP では、スタートで1位に躍り出たチームメイトのルイス・ハミルトンと共に一気に2位まで上がったが16周目にベッテルに追突されてリタイアを喫した。第14戦イタリア GP では予選でポールポジションを取ったフェルナンド・アロンソに次ぐ2位を獲得。この GP ではマクラーレンは F ダクトを使用するか否かを検討していたがバトンは F ダクトを使用して臨んだ。決勝ではスタートでアロンソを抜き1位に出たが、1回目のピットストップで、アロンソに逆転されそのまま2位でチェッカーを受け優勝したアロンソどもにタイトル防衛の望みをつなげた。しかし、第17戦韓国 GP では戦略ミスによりノーポイントに終わり、第18戦ブラジル GP でもレッドブル勢とアロンソに先を越され、チャンピオン防衛の可能性はなくなった。最終戦は、ハミルトンと共に表彰台に上り、ベッテルのチャンピオン獲得を祝福した。最終的にドライバーズランキング5位でシーズンを終えた。2011年日本 GP2011 年シーズンもチームメイトは前年同様、ハミルトン。フライアウェイラウンドは出遅れ、マレーシアで2位表彰台を飾るもののハミルトン相手に遅れる展開が目立っていた。第5戦のスペイン GP においては、激しい3位争いを制して、シーズン2度目の表彰台を飾る。第6戦のモナコ GP では、ベッテル、アロンソと対等な争いを演じ、一時トップ走行で、ベッテル、アロンソを上回るペースであったものの、作戦のあやとセーフティーカーのタイミングがあまりにもバトン振りに動いたのが響き、最終的に3位に終わった。第7戦のカナダ GP は、大雨のレースであった。序盤、チームメイトのハミルトンとの接触。セーフティーカー中の速度制限違反のペナルティ。さらに、レインタイヤの交換タイミングを誤り、下位を走行する羽目になってしまう。赤旗再開後追い上げるもののアロンソとの接触で、ウイング交換を強いられまたもや、ピットイン。一時は最後尾まで順位を落としてしまう。しかし路面が乾き出し、ドライタイヤを装着すると猛烈にペースアップ。雨を見越して重めのウイングを装着していたのが功を奏し、尋常ではないペースでオーバーテイクを連発する。残り3周の時点でトップを走るベッテルの背後につく。そしてファイナルラップでベッテルはバックストレッチの第2試験でバトンの圧力に屈し、ハーフスピンを喫してしまい、そのままベッテルをオーバーテイクしたバトンが、奇跡の大逆転で2010年中国 GP 以来の優勝を果たした。前回の中国 GP 同様、路面状況や展開が2点3点する中での優勝劇であり、バトンのレース状況を読み切るポテンシャルの高さや、レイン状態から乾きかけの路面における速さを改めて証明する形となった。第9戦イギリス GP はピット作業のミスで、第10戦ドイツ GP はマシントラブルで2戦連続リタイア。200戦目の節目となった第11戦のハンガリー GP はレース前に降った雨の影響でドライトレインが混合する難しい路面状況となった。ウェットトラックだった序盤はやや出遅れるも路面が乾き出した中盤以降ペースを上げ、両雄のハミルトンと激しい首位争いを演じる。レースも終盤に入ろうとした頃またもコースに雨が落ち始めたが、バトンはドライタイヤのままコースに残ることを選ぶ。結果的に雨はすぐ止んでしまったためこの選択が功を奏し、ウェットタイヤに履き替えたハミルトンは順位を落としてしまう。その後は、余裕のトップ走行でチェッカーを受け、200戦目、自身初優勝を飾ったハンガロリンクで2度目の優勝を果たすというメモリアルな結果になった。余談だが、回1ハンガリー GP でレインコンディションとなったのは過去2回だけである。2006年のレインレースに加え2度目のレインレースも勝利した。その後も好調は続きベルギー GP は予選でのミスで13番手スタートながらも、果敢にオーバーテイクを決め3位。続く、イタリア GP とシンガポール GP で2位と表彰台に上り続けた。しかしその間もベッテルが連勝しチャンピオンシップのリードを広げたために、この時点でベッテルのチャンピオン獲得を阻止できる可能性が残るのはバトンのみとなった。ベッテルの2度目のワールドチャンピオン戴冠が確実視された第15戦日本 GP では、フリー走行全セッションで、トップに立ち、予選では、ポールポジションのベッテルに 0.009 秒差で2位につける。最低でも自身が優勝しなければ、ベッテルのワールドチャンピオンが決まる中、持ち前のタイヤマネージメントとピット戦略で、中盤トップを逆転し、そのまま逃げ切り優勝。自身が愛してやまない、鈴鹿初制覇となった。ちなみに、バトンのドライレースでの勝利は2009年トルコ GP。以来のことで、マクラーレン移籍後初である。しかしベッテルが3位に入りチャンピオン獲得条件の1ポイント以上を手にしたため、戴冠阻止はならなかった。その後は、第16戦韓国 GP で4位、続くインド GP、アブダビ GP、ブラジル GP で表彰台をキープして、アロンソやウェイバーとの争いを制し、同じく3勝したものの安定感に欠けたハミルトンを、上回り、ドライバーズランキング2位の座を守った。特に後半戦は、ハンガリー GP 以降は、韓国 GP を除いて、表彰台に上り続け、ベッテルの圧倒的な速さにはかなわなかったものの安定感が光ったシーズンであった。シンガポール GP 後には、マクラーレンと新たに2014年までの複数年契約を結んで、残留を決めている。またこの年より導入されたピレリタイヤは摩耗性が高く管理が難しいものであったが、そのピレリタイヤを最も有効に使えたという評価を受けた。2012年マレーシア GP フリー、走行2012年も昨年同様チームメイトはハミルトン。テストから好調で、開幕戦オーストラリア GP では予選2位につけ、決勝ではスタートでトップに立つと、ファステストラップを出しながらトップを快走。終盤のセーフティカー導入にも冷静に対処し、勝利を飾った。その後はマシンへの適応に苦しみ、チームメイトと比べるとやや劣る展開が続き、チームも失速したため、なかなか勝利を挙げることができなかった。迎えた夏休み明けの第12戦ベルギー GP では、2009年モナコ GP 以来3年ぶり。マクラーレン移籍後初のポールポジションを獲得した。決勝でもスタート直後のアクシデントに巻き込まれることなく安定したレースコントロールでシーズン2勝目を挙げた。その後はマシンのセッティングに苦労し、マシンの信頼性の問題からリタイアなどもあったため、タイトルの望みはフェードアウトしていったが、最終戦ブラジル GP ではトップを争っていたハミルトン、ヒュルケンベルグの接触もあり、勝利を収めた。シーズン最速のマシンという見方もある。マシンに乗りながら、ピット作業のミスや信頼性トラブル、セッティングに苦しみランキング5位に終わった。2013年、イタリア GP 昨年まで3年間チームメイトだったハミルトンがメルセデスに移籍した。この年のチームメイトは昨年3度の表彰台を獲得したセルジオ・ペレス。マクラーレンの攻めのマシン開発が失敗し、パフォーマンスの低さに苦しんだ。また、バーレーン GP では、チームメイトと接触し、文句を言うバトンの無線が国際映像に流れ、物議を醸した。ベテランらしい安定した走りを見せ、ほとんどのレースで入賞したものの、表彰台には一度も乗れず、最高位はブラジル GP の4位に止まり、ランキングは9位に終わった。2014年シンガポール GP フリー。走行2014年のチームメイトは、ルーキーのケビン・マグヌッセン。開幕戦オーストラリア GP では、いきなり9に敗退を喫したが、セーフティカーのタイミングでいち早くピットに入ったこと、また2回目の早めのピットインで、アンダーカットに成功して、順位を上げ、ダニエル・リチャルドの失格で繰り上がり、2年ぶりの表彰台を獲得した。その後は、入賞にも苦しむような状態が続いたが、それでも荒れたレース展開となったモナコ GP やカナダ GP ではベテランらしい安定した走りを見せ上位に食い込んだ。イギリス GP では終始上位を走っていたものの、早めのピットストップで3位に上がっていたリチャルドを抜ききれず、母国初の表彰台獲得はならなかった。速さはあるもののペナルティなどでなかなか結果を出せないマグヌッセンとは対照的に安定して入賞を続け、特にシーズン後半はマクラーレンのアップデートも走行し、レッドブルやウィリアムズといった上位陣に割って入るような活躍を見せた。ドライバーズランキングは8位。チームメイトのマグヌスセンに対して予選10勝9敗、決勝では15勝4敗と大きく上回り、2015年からフェルナンド・アロンソがマクラーレンから参戦することにより、残り1つとなっていた。マクラーレンのシートを守ることに成功した。2015年カナダ GP2015 年シーズンは、上述のようにチームメイトは2回のワールドチャンピオンであるフェルナンド・アロンソ。新たに年俸の代わりに2年契約を受け、マクラーレンはホンダとのタッグを組むこととなった。しかしホンダエンジンは昨年まで搭載していたメルセデスエンジンと比べると、はるかに信頼性の低いもので、テストでもほとんど周回をこなせず、開幕戦オーストラリア GP では、なんとか完走したが、完走した中では最下位の11位と苦難のシーズンとなった。その後も信頼性のトラブルは続き、バーレーン GP では決勝に出走することすら叶わなかった。このような中モナコ GP では、他のマシンのグリッド降格などもあり10番手スタート。さらに前を行くマシンのトラブルなどにも助けられて8位入賞を果たし、チームにとっても自身にとってもシーズン初入賞となった。その後は9に進出すらできないレースが続き、最高位は荒れたレース展開となった2015年、アメリカ GP の6位、入賞は4度にとどまった。しかしドライバーズランキングでは3倍以上の報酬を得るフェルナンド・アロンソを上回った。2016年の契約がオプションだったこともあり、日本 GP 前には引退をほのめかすような発言もあったが10月1日に2016年も引き続きマクラーレンより参戦することが発表された。2016年バーレーン GP、引き続きマクラーレンから参戦。第4戦ロシア GP でシーズン初入賞を飾る。その後の2戦でも入賞を飾り、オーストリア GP では、ハーフウェットの予選で5番手タイムを記録し、上位陣のグリッド降格も重なって、2014年、イギリス GP 以来およそ2年ぶりの3番グリッドを獲得。決勝でも、上位3チームに次ぐ6位入賞を果たした。来季に向けてマクラーレンは、フェルナンド・アロンソの残留が、すでに発表され、バトンとは、契約が今季で切れるため、もう一つのシートには、リザーブドライバーのストフェリ・バンドーンが収まることが濃厚とされ、バトンは2000年にも在籍したウィリアムズへの移籍話や引退して WEC への転身が噂された。イタリア GP 前にマクラーレンは来季のストフェル・バンドーンの起用を発表。バトンは契約を2年に延長してアンバサダー兼リザーブドライバーとして残留することも発表された。その後もマレーシア GP で Q3 に進出し9位入賞。アメリカ GP では19番グリッドスタートから入賞を飾った。最終戦アブダビ GP で今回がラストレースと引退を表明した。レースはマシントラブルにより今まですべて完走していた同 GP をリタイアで終えている。ドライバーズランキングは前年より一つ上の15位となった。2017年前述した通り、この年はアンバサダー兼リザーブドライバーとしてマクラーレンに残留。フェルナンド・アロンソのインディ500参戦表明に伴い、日程が重複するモナコ GP でアロンソの代走として出場した。予選では Q3 進出する速さを示すモップエレメント交換とフロア交換によりピットスタートを選択、決勝1周目でタイヤ交換も前にいたザウバーのパスカル・ウェーレインも同時ピットインにより順位が変わらずペースが上がらないザウバーが前に居座り続ける状態となった。58周目、意を決し、ポルティエでインを刺すも接触、ウェーレインは横転しバトンも左フロント部が変形し、リタイア。この接触で、次戦3グリッド降格ペナルティとなった。しかし後は出走せずシーズン終了した。2021年、ウィリアムズにシニアアドバイザーとして復帰。バトンがドライブしたモチュール無限 NSX-GTF1 の代わりに参戦するレースを求めていたバトンは2017年8月26日27日に鈴鹿サーキットで開催されたスーパー GT 第6戦にスポッと参戦した。元界一王者がスーパー GT に参戦するのは初めてである。チームはチーム無限で武藤秀則、中島大輔とのトリオを組み、マシンは NSX でタイヤは横浜。屋根のあるマシンでの経験はほぼ皆無だったが、きちんと順応し、予選では Q1 のアタックを担当し、デッドラインに 0.089 秒差というタイムを出した。決勝では第2スティントを担当するが、ピットアウト時にスタッフのミスで荒聖司の M6 と接触しかけ、これにドライビングスルーペナルティを課され、下位に沈んだ。その後走行ペースはよく一時3番手まで浮上したが、今度はセーフティカー中に追い越しをしたとして、再びペナルティを受ける。後半第5スティントも担当するが、右フロントタイヤがパンクするトラブルに見舞われ、12位で終わった。そして同年12月3日にツインリンクモテギで開催されたホンダレーシングサンクスデー2017において、2018年のスーパー GT フル参戦が発表された。どのチームに加入するのか注目されたが、2018年1月12日、幕張メッセで開催の東京オートサロンにおいて、高橋国光総監督率いるチーム国光への加入が発表された。開幕戦岡山では予選、Q2 と決勝のスタートドライバーを担当。決勝は慣れないトラフィック処理に手こずったが、タイヤ無交換を成功させて、最終的には2位表彰台を獲得した。そして、第6戦で、チームメイトの山本直樹のアタックで、ポールポジションを獲得。決勝ではバトンがコースアウトしたが逃げ切って、スーパー GT 初優勝を果たした。バトンのキャリアでも6年ぶりの優勝となった。その後最終戦に、キーパートム SLC500 と同点で臨み、直接対決を制しチャンピオンを獲得した。YouTube の自身のチャンネルでは、日本でのレース内外での様子を収めた動画を積極的に投稿している。2019年からは、スカイスポーツ F1 の解説者に加わるため1年で日本を去るのではという噂が広まったが、実際には体制はそのまま、スーパー GT の2年目を迎えることとなった。2019年10月29日自身の SNS にて2019年限りでスーパー GT を離れることを発表した。スーパー GT ラストレース最終戦では予選 Q1 担当だったが Q1 落ち。決勝では、ファーストスティントを担当し、山本直樹にバトンを渡し6位入賞となり、2019年シーズンはランキング8位でシーズンを終えた。FIA 世界耐久選手権に参戦する SMP レーシングは2018年4月27日、2018、19年の WEC スーパーシーズンでバトンをレギュラードライバーとして起用すると発表した。SMP が走らせる11号車 BR エンジニアリング BR1 エアをドライブし、LMP1 クラスを戦うこととなる。チームメイトはミカエル・アレシンとビタリー・ペトロフの二人。5月3日の第1戦スパフランコルシャンはスーパー GT 第2戦富士と日程が重なっているため欠場し、6月の第2戦ルマン24時間がデビュー戦となった。上海では3位表彰台に上がっている。2017年にグローバルラリークロスのホンダのワークスチームであった、ホンダレッドブルオルスバーグムズのシビッククーペタイプ RRX スーパーカーのテストドライブを行った。しかし、結局参戦することはなかった。2019年11月に開催されるオフロードレースのバッハ1000の改造無制限クラスのトロフィートラックスペッククラスに父が創設したロケットモータースポーツの名義で参戦することを発表している。マシンはブレンテルインダストリー製の 6100TT 車両で、コドライバーは LMP に優勝の経験もある旧友のクリス・バンコムと同じく旧友のメイザン・ファーズ、テリー・マッテンが務める。レースはスタート5回走を続けていたが、235マイルほど走ったところでディファレンシャルギアが壊れ走行不能に陥り、リタイアを決めた。しかし場所が悪く救助がなかなか来れなかったため、リタイア後もバトンは、コドライバーのマッテンと共に、砂漠の中で17時間を過ごした。2021年に FIA による新しいカテゴリーの電動オフロードレース選手権として創設されるエクストリーム E シリーズに、チームオーナー兼ドライバーとして、自らのチームジャブックスより参加することが発表された。2021年より、ウィリアムズ会1チームのシニアアドバイザーとして、契約したことも発表された。ブラウン GP 関係者と共に鈴鹿サーキットを歩行する道端とバトン。ありがとうございます。